I want to rock you. みんなこんにちは。科学のお姉さんこと五十嵐美希です。じゃん。さあ、このように電気を通す導線をぐるぐる巻いたものを何と言うでしょうか。そう、コイルです。そして今回はこのコイルに電気を流すとどんなことが起こるのか、その基本を一気に実験していきます。それではレッツサイエンス。では早速クイズです。このコイルに電気を流すとどうなるでしょうか。1番黒焦げになる、2番光る、3番磁石になる、4番コイルがさらに丸まってパンチパーマになる。コイルに鉄釘が入っています。そしてこのコイルに電気を流していきます。さあ、そうするとどうなるでしょうか。もうこの時点で分かってるかもしれません。はい、ここにクリップがあります。そして今は何もしていないのでくっつきませんね。ではここに電気を流していきます。さあ、コイルに電気を流します。はい、これで今コイルに電気が流れています。ではクリップに近づけてみましょう。そうすると、なんとくっつきました。はい、ということで正解は磁石になるでした。これを電気の磁石なので電磁石と言います。ぜひ覚えてください。この電磁石はモーターなんかでも使われているものになっています。じゃあちなみに電気を流すのをやめてみます。そうするとと落ちたけど、まあ、この鉄釘にその磁性が残っているので完全には落ちませんね。はい、これどうするかというと、こういう感じで叩いたりすると、はい、また元に戻りますので、毎回実験するときはこのように元に戻してから実験をしていきたいと思います。ということで電磁石のポイント1、コイルに電気を流すと磁石になる。そしてコイルに電気を流すのをやめると、このコイルの磁石の働きは失われました。では今電磁石について学びましたが、磁石といえば N 極と S 極がありますよね。ではこの電磁石には N 極と S 極があるんでしょうか。予想してみてください。ある、ない、どっち。では今からこのコイルに電気を流して電磁石にしたいと思います。お、なんかピクって今方位磁針が動きました。じゃあちょっとこの辺ずらしてみると、なんとこの N 極がこっちを指しているので、ここが S 極ですかね。そしてこう、なんかずっとね、こっちを N 極を指し続けながら、はい、なんとこっちに来ると S 極が引き付けられているので、ここが N 極であることがわかります。かわいい。 N だよ、 N だよってやってる。確かに方位自身も動いているので、 S 極と N 極あることがわかりました。では確かに電磁石には S 極と N 極がありましたよね。では今度は流す電気の向きを反対にしてみます。すなわち電池を逆向きにつないでみると、方位磁針はどうなるでしょうか。1番一周回って元通り、2番半周回ってみんな逆向き、3番ピクリとも動かない、4番ワルツを踊り出す。こんな感じでしたっけ。あれワルツってなんだっけ。あれワルツ、
ということで電気の向きを逆にすると方位磁針は2番の半周回って逆向きになりました。ということは電磁石の S 極と N 極は反対向きになるということですね。では今度は電気の向きはこのまま同じにして、今度は何を変えるかというとコイルの巻く向きを反対にしてみます。こういくのとこういくのですね。そうするとどうなるでしょうか。1番一周回って元通り、2番半周回ってみんな逆向き、3番ピクリとも動かない、4番ヒップホップを踊り出す。ズンズンか、はいズンズンか。これヒップホップじゃなくない？これ何？We love you。ではやってみましょう。ということでコイルの巻く向きを逆にすると方位磁針は2番の半周回ってみんな逆向きになりました。すなわちコイルの巻く向きが逆になっても電磁石の S 極と N 極は逆になるということですね。では続いては電池が1個の時と2個の時で比べてみたいと思います。何を比べるかというとこのクリップのつく数を比べたいと思います。電池が1個の時と2個の時で変わるんでしょうか。電池が1個の時はクリップが19個、電池が2個の時はクリップが33個ということで電池が2個の時の方がたくさんクリップがくっつきました。ということは電池が1個の時よりも2個の時の方がこの電磁石の磁石は強くなったということですね。では今度は電池の数は同じでコイルの巻き数を増やしたらどうなるでしょうか。1番コイルを巻く数が多い方がクリップがたくさんくっつく、2番コイルの巻き数が少ない方がクリップがたくさんくっつく、3番コイルの巻き数を変えてもクリップのくっつく数は変わらない、4番はなし。はい。ということで一重巻きの方はクリップが11個、二重巻きの方はクリップが20個くっつきました。ということは二重巻きの方がクリップがたくさんくっついたので電磁石も強くなるということですね。ということで今日の電磁石のまとめ、これさえ分かれば電磁石は完璧です。ポイント1、コイルに電気が流れると磁石になります。これを電磁石と言います。コイルに電気を流すのをやめるとコイルは磁石の働きを失います。ポイント2、コイルに流れる電気の向きを逆にすると電磁石の S 極と N 極は反対になります。そしてコイルの巻く向きも反対にすると電磁石は S 極と N 極が
逆になります。ポイント3、電池の数を増やすと電磁石は強くなります。同じようにコイルの巻き数を増やすと電磁石は強くなります。ということで、もう電磁石についてはバッチリですよね。この動画がためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。